はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。はい、今回はですね、前回よりだいぶ育てまして、この能力黄金桃を投入して、もうどれぐらいだよ、5段階6段階まで来たのかな。で、今この能力となっております。力900、ライフもかなり上げて、まあ、これだったらね、普通に S ランクいけると思うんで、4歳ということで S ランクいけるかなと。まあ技は変わってないんですけど、まあ修行出す予定はもうないんで、こんな感じ。じゃあ今回は大会に出していきたいと思います。 S ランク、まあ打倒オルドーフだよな。まずはオルドーフをやっつけたい。回避が4なんでね、それが気になるんだけども、オルドーフはいないんかい、いないんかい一番の見せ場なのに。ある意味すごいラッキーなんだよな、オルドーフがいないっていうのは。普通は絶対いるから。うわー、命中低いな。やっぱ刀剣が鍵になってるから。うん、まあガッツさんはさ、こいつにはあんまり効かないかな、正直。よし、これで出せるな。おお、255258か。もうこれで決めようけ、こいつは。ガッツ貯めてあれでいいだろ、もう。これ弱いな、ほんと。なんか、おー、43ガッツダウン。マジで。すげえガッツダウンだな。これは誰？くそ。いや、撃っていこう、撃っていこう。おお、999。出たな。これはかなりいけるんじゃないのって気がするけどな。でもまだモストとかはきついかな。どうなんだろう、ひたすらもあと丈夫さとか鍛えた方がいいのかな。回避100とかにしてもあんま意味ないよな。力かし、違う、ライフ、丈夫さ、命中上げた方が合理的かもしれない。うん、まあまあいけるでしょう。おお、これ271ってことはかなりいいよな。ちょっと一発。おお、入った入った。ポンケンでも全然大丈夫だな、このレベルのやつは。本拳強いな。対極変化を打つまでもないかな。あれの読み方が未だに分かんないんだけども。いや、なんでオルドーフいないんだ、マジで。オルドーフと戦うことなく S ランク終わるとか悲しいな。で、マホローティ結構強いな、こいつ。なんで弱いんだろう。ライトニング、あ、何でも打ってこいって感じだな。銃か、食らってる間に回復するからな、ガッツダウンを。ガッツダウンされた分、この間に16ぐらい回復するんだよな。すげえわ、メダルのあのガッツ回復。お、またなんかクリティカルやたら出るんだが、かわいそう、マホローティ。自慢の丈夫さが全く効かないという。みんな負けてるな、もう。優勝は間違いないな。
そこそこ負けてんだよな、みんな。プロメテウス、こいつに何だったっけ、目玉親父がこいつに苦戦したんだったっけ。あれは B ランクのことかな、わからない、覚えてない。余裕だな、やっぱ丈夫さ高いからな。ライフも高いし、そこら辺が目玉親父とは全然違うな。これやる必要ないんだけどな。ただあれは時間がかかりすぎるから、おお、なんでこんなクリティカル出るんだ。人気まだ40なのにな。ゴライア、ダフィエルが結構今回は強いのかな。みんなもう2、3敗してんもんな、当たり前かのように。でダフィエル、全然恐れる必要がないな。さすがに攻撃力700、800ないと恐るるに足らずになってしまうな。強くなりすぎてる。これで、あ、結構硬いな。これの精度もっと上げないとモッツとかきついよな。多分あいつらにはもうポンケンはあんまり、まあ聞くことは聞くけど、あいつらはライフもあるから、やっぱ命中はもっと欲しいな。よし、あれの確率はやっぱり低いんだよな。50は欲しいよな。50はオルゾーフ以外で一番強いよって、やっぱプロメテウスとかかな。ゴライアもカモだった覚えがあるんだよな。タノトスもそこまで強くはないよな。カーマインは強かったけど、うん、ゴライアくん、ゴライアにさえ50敗いかないからな。タタネスカシッペ、汚いわこいつ。汚いわ。ダメージもっとありそうだけどな。ベロビンタ、まあ、50あったら2回打って当たるから。1回目で当たったけど。寝てるな、めっちゃ硬そうだけどな。動きもめっちゃ遅いだろうな。もう優勝決まってるよな、決まってるな。ダフィールでさえ3敗してるから、もうゴライアの時点で優勝決定してたのかな。いやー、このタイプは賢さ高いな。てかタナトス強いな。賢さ700もあるのか。あ、やっぱ強いな、タナトスって。オルドーフ、タナトスかな。99% ばっかだもんな。まあ回避4とかだからな。違う違う、ポンケンでいけるのに。やばいやばい、クリティカルまた死ねだ。舐めすぎた、舐めすぎた。くそ、ゴミ技打ってしまった。ゴミ技でいいや、もうゴミ技で。よしよしよし、まあレスは楽勝ですね、さすがに。ここまで鍛えたら。マホローティ、
この対戦でプロメテウスが負けるイメージ湧かないんだけどな。この S ランクのなんだろう、優勝杯みたいなのって売ったりできないのかな。もういらないだろう。よしよし、人気上がるのはいいよな。さあ、成長だな。賢さ、うわめっちゃ上がってるけど、賢さは上がらんでいいんだけどな。回避が上がってほしかったな。さあもうこれ上げて今回は終了だな。なんか来るんだよな、いらないのに。激ヤバか。あれ、あこいつか。またこいつか。うん、まあこれで終わりにしよう。はい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。